うですか。だいぶ高まってきました。はい。じゃあこのまま、ちょっと水風呂の方に。ちょっとすいませんね、本当に。左足が、めっちゃ冷たいです。え、多分これ全身入れないと思う。足の色赤くなりますね。ちょっと待ってくださいね。今マジで足に氷が当たってる感じ。そんなに冷水なんですね。チキチです。はい。じゃあ、はい、上がってもらって。え、わかります？わかんないか。いや、全然わかんない。ちょっと触ってみます。触ってみます。あ、冷たい。冷たい冷たい。15.6 度。え、絶対もっと低いですね。足の感覚なくなります、はい、すごい。じゃあもう一回入りますはい、繰り返しがね。そうですね、その繰り返しです。熱いめっちゃ。皆さんこんにちは、大人の保健チャンネルの加野浦です。今回もですね、いつもと場所が違ってサウナからお届けしております、ということでまたこの灼熱のサウナに入るんですけど、今回からですね、オーテック の、 前回ね、動画覚えてますでしょうか。皆さん精子をね強くするプロテインなどいろんな商品を開発されているオーテックにですね、サナイさんが来てくださっております。そして今サウナの中にいらっしゃいますので、私がこうして喋れば喋るほどお花さんにどんどん熱くなってしまうので、入ってお話をお伺いしようと思います。よろしくお願いします。サウナポンチョで。サウナポンチョで、いいですね、はい、すごい、もう温まってます。じゃあ今回もサウナに来てくださってありがとうございます、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。確か前回、はい、サウナの関係性みたいなお話もしたと思うんですけど、はい、そうですね、ちょろっと見ていただいて、はい、そうです。確かなんかフローボイなんですけど、サウナに入ることってあまり精神こう良くない影響が出るみたいな。そうですね、なんかこうサウナってやっぱりこうすごいいいことたくさんあると思うんですよ ね、まあ、すね、肌にも良かったりとか、あとストレス発散したりとか血流促進したりとか、はい、一方で、はい、なんか一個だけ気をつけていただきたいのは、はいはい、実はあの精神が熱に弱いんで、はい、やっぱりサウナの皆さんこと、はい、精子をこう積極的にケアしていただきたいなと思って。なるほど、なるほど、確かにそうですよね。あの熱を逃すためにその外についてるんですよね。あ、そうなんです。ですよね、はい。あのボールとかやっぱり股間に当たったらめちゃくちゃ痛いじゃないですか、はい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 、だから本当はあの清掃とか運動ってこう、はい、体の中にあればいい、外にぶら下がってるのは、うん、実は冷やすためなんですよね。冷やすためにさっきぶら下がってるのにわざとこれサウナの中に入れしてしまうと、はい、もうそれが台無しになってしまう。そうなんですよ。結構ちゃんとした研究もされていて、はい、実はあのサウナに週2回1回あたり15分を3ヶ月続けると、はい、結構精子でガクッと精子量を下がってきちゃって、そうなんです。じゃあ水風呂入ってたら元に戻るかって、はい、そんなことなんですけどね、大体こう3ヶ月でもあの元の状態に戻らなくて、6ヶ月ぐらい元に戻らなくて、半年ぐらい。あ、そうなんですよ。いやでもサウナ好きな男性の方ってね、はい、結構それぐらいの15分間ぐらい、はい、週2ぐらいで、はい、結構多いじゃないですか。今めちゃくちゃ多いですよね。そうです。だからこそ本当にこう皆さんにケアしていただきたいんですよ、ね、はい、そうですね、はい、深刻な問題だと思います。ここ熱に弱いんで、やっぱりこう履くパンツとかも意識してもらえるとよくて、あ、はいはい、まあ、大体こう皆さんボクサーお好きだと思うんですけど、通気性が良くて、うん、こうなるべくこう清掃を冷やせるようなパンツ、はいはいはい、通気性のいいトランクスタイプとか締め付けないような、あ、そうです、隙間がある感じ、ね、はい、とかが特におすすめですね、はい、そんな後はトランクスタイプで冷やして、はい、まあ、ボクサータイプでも今通気性すごくいいのとかもあるんで、はいはいはい、そういうボクサータイプ履いてもらったらいいなと思うんですけど、はい、あとは結構こう熱に弱いんで、実はこうノートパソコンとかも使っていると、はい、作業する人結構いるじゃないですか、はい、実はあれ論文とかでもしっかり出るんですけど、清掃の温度上がっちゃって、その間にもやられてるっていう、怖いですよね、結構ね。怖いですね。じゃあノートパソコンとか使って過ごすクリエイターの方 で、はい、そうです、サウナめっちゃ好きとかは、はい、もう結構黄色信号もしかしたらやばいですね、はい、なんで結構こう自分でね精子の状態測るの難しいじゃないですか。確かに確かに、うん、まあ、1個ちょっとあの示唆されてることがあって、はいはい、実はあの勃起力
肉が変化してる人って、はい、精神の状態が悪い傾向にあると言われてるんですよ。あ、そうなんですね。関係があるんですか。はい、はい、なんでこう自分でチェックするときにちょっとこう昔に比べて動き力衰えたなっていう人は今あの正規検査とかもできるんで、筋肉とかで一回こう正規検査とか、まあ、将来ねお子さん望まれる方であればなおさらね見てみるといいのかもしれないなと思います。なんか年齢のせいかなとかいう体調かなとかいうふうに思わずに、はい、ちょっとで昔と違うなっていうふうに思ったら、はい、そういう検査をあそうですねチェックした方がいい。はい、なるほどな。今男性妊活外来と泌尿器科外来とか、まあ、そういうところでチェックできるんで、はいはいはい、そういうところもおすすめです。はい、どうだったら気軽に行けますね。はい、なんかアステックさんの方で精神を強くするためのプロテイン前回ね飲ませてそうなんです。ありがとうございます。覚えててくださって、こちらのあそう他は他にちょっとなってるんで大丈夫かなって思ってるんですけどすごい温まって今40度ぐらいあるんじゃないかと。はい、これがオムテックなメンズウェルネスプロテイン、男性の健康をサポートするプロテインになってます。はい、でこれがですねプロテインって飲まれたことありますか。あ、そうです、あの、はい、体作りとかの習慣で飲んでます、はい、あ、 ありがとうございます、はい、プロテインっていうとホエーとか聞いたことありますか。ソイとかホエーとかミルクとか。はい、ありがとうございます。これ実はホエーとかソイではなくて、はい、エンドマメ由来のピープロテインっていう結構珍しいプロテインなんですけど、はい、初めて聞きました、はい、なんかあの実はホエーに比べると、うん、アルギニンっていう、はいはい、アミノ酸を約17倍ぐらい含んでるのがすごい特徴で、すごいですね。はい、なんでアルギニンとかは結構こう一酸化窒素を生成してくれて、うん、血管とかを良くしてくれたりするんで、はい、結構こうやっぱりサウナって血管をね、うん、あの収縮させたり拡張させたりして、ね、はい、結構こう酷使してるんで、まあ血管サポートとかにもいいアミノ酸がたくさん入っていたりとか。え、じゃあまさにこのサウナ後にすごく適してる。本当にサウナこそ使っていただきたいプロテインですね。そうですね。はい、あとはですね、あの精子のことを考えて、はいはい、あの精子に唯一いい栄養素って、はい、抗酸化成分って言われてる、はいはいはい、抗酸化って言葉しては知ってるんですけど、はい、そうです。なんか結構こう精子って酸化する人弱いんで、うん、例えばあの亜鉛とか、はいはい、ビタミンとか、コエンザイム、カルニチンとか、うん、アスタキサンチンとか、そういうのがあの有名な抗酸化成分なんですけど、それが実はここにたくさん入ってます。すごいですね。はい、なんでこうサウナこそ抗酸化成分で精子力のケアしていただきたいなと思ってます。はい、その精子力のケアとちょっと話違うかもしれないですけど、はい、結構その筋肉鍛えてる人って、はい、そのプロテインの他に結構サプリメントたくさん飲んでるんですけど、はい、結構亜鉛とかそういう系のサプリメントを追加で飲んでる方が多いんですよ、はい、でもそれだとこれ一人一つで、そうなんです、ね、もうめんどくさがり屋さんから僕もめんどくさがり屋なんで結構プロテインも飲むんですけど、やっぱりこう元々これができる前はプロテイン飲んで、はいはい、おっしゃられるように、はいはい、サプリも取ってみたいな、はいはい、結構めんどくさかったんで、はいはい、これ1個に入れちゃえばいいって思って、そうですね、はい、ここにたくさん入ってます。こう男性に着目した成分17種類ぐらい入ってます。あ、嬉しいですね。あとはですね、結構あのエンドウ豆のプロテインっていうのが脂質が低いんですよ。1杯こう 200ml なんですけど、だいたい99キロカロリーで飲めて、実はですね、あの太っている人ほど精巣の温度が高血圧でちょっと高かったりするんですよ。あ、そうなんですね。はい、なので温まりやすくて精液状態あんまり良くないって言われているんで、ぜひこう脂質が少なくてそれぐらいプロテインがいいなっていうので、うん、エンドウ豆のプロテインをあえて選んでます。でチョコレート味になってるんですけど、よかったらこのサウナの中であんまり飲むことないと思うんですけど、またホカホカになってますちょっと冷やしてるんで、はい、いただきます、はい、じゃあちょっとじゃあせっかくなんで、はい、いただきます。はい、いただきます。乾杯。いやすごい、なんかやっぱそのエンドウ豆 の、 そのお豆っぽい感じはなくてちょっと香ばしい感じがあるので、そのプロテインの特有のなんかちょっとガッていう感じが苦手な方でも意外とスイスイ飲めちゃうっていうか、結構あとはあのエンドウ豆の植物性ってこうダマにならないんでサラサラ飲めるんですよね。そうですね、はい、こうやってもしかして、まあ、サウナは精子にあんまりいい影響がないっていうことを言ってたじゃないですか、はい、でもこれだとケアする成分がいっぱい入ってるから、はい、サウナ楽しみながら後にケアして、そうです、いいバランスで、はい、なんかこう精子のことを考えたサウナ行けないってめちゃくちゃ僕もサウナ好きなんですけど辛いじゃないですか。だからこそこうサウナ行きながら代わりにプロテイン飲んだから、はい、確かに確かに。で結構あのサウナ後ってやっぱめちゃくちゃ汗かくじゃないですか。そうですね、なんでこうビタミンとかミネラルとか、うん、そういうものも結構汗と一緒に出ちゃうので、はいはいはい、そういう意味だとあの牛乳割りがおすすめです。はい、サウナ の、 その、まあ、銭湯とかだったら牛乳ありますもんね、はい、だから粉だけ持って行って、牛乳買ってペットボトルに入れてシェイクし て、まあ、して結構こう牛乳があのミネラル豊富なんで、牛乳割りだとサウナで飛んできたミネラル一緒に補充できるんで、
まあ、静止力もケアできてみたいなのも補充できて、はいはい、で血管にもいいアルギニンも取れてっていう、はいはいはい、本当サウナと相性抜群って言うと言い過ぎかもしれないですけどそれぐらいあのサウナの方におすすめの方針、いいですね、はい、これ今そのプロテインのその、はい、粉末ですけど、はい、まあ、いずれその紙パックの段階ドリンクになって、はい、その銭湯の脱衣所のなんか、はい、動販売機のとこに並んでる将来が来れば、はい、あ、そうですね、はい、ぜひちょっと先に出ちゃったかもしれないですけど、ぜひあの期待しておいていただきたいなと、はい、はい、思ってます。あの女性も飲めるんで、あ、そうですよね、はい、男性女性でシェアして飲む方も非常に多くて、うんうん、はい、本当に今あの万人にお届けになってます。はい、これを飲めば、たぶんサウナでね、はい、楽しみながらリフレッシュもできるので、はい、大爆感もね、汗が結構ね、はい、なので皆さんもぜひ下の概要欄から、チェックできる URL が出てるのかな、なのでぜひ下の方からチェックしてみてください、はい、お願いします、はい、この動画が面白かった人はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます